はい、どうも、たけるです。というわけで今回は、皆さん、YouTuber ってどうやって生活しているかわかりますか？まあ、僕みたいな人は、まあ、アルバイトとか、普通に仕事をしながら、それと並行して YouTube をやってるっていう方だったり、まあ、トップ YouTuber ともなると、YouTube だけで生計を立ててるっていう方が結構いると思うんですけれど、僕たち YouTuber っていうのは、今こうやって動画を見てくれてる人たちのおかげで生活ができているんですけれど、まあ、今から YouTube やりたいっていう方とか、まあ、YouTube で収益を得たいと思ってる方たちって、なんでそんなに稼げてるのって思う方結構いると思うんですよ。まあ、これは普通に YouTube やってなくても、普通に視聴者として見てる人でも思うことだと思うんですけれど、登録者数10万人で月収60万とか、100万人いってたら、1億とか年収が、そういう人たちも普通にいるって言われてるじゃないですか。まあ、僕の YouTube の収益に関しては、まあ、1本だけ動画として出しているので、もしまだ見てないっていう方は、下の概要欄から先に見てみてください。で、今回のこの動画では、そういう僕たち YouTuber が収益をどうやったらたくさん稼げるのかっていうことをお話ししていこうと思います。まあ今 YouTube をずっとやってて、最近収益化した人とか、これから収益化をしていきたいっていうか、 YouTuber ってなんでそんな稼げてるのって疑問がある方などはぜひ最後までご視聴ください。でね、今回紹介していくこの方法っていうか説明なんですけれど、あくまでも僕が YouTube をやってきた経験上で、こういう時って収益高くなるんだなって分かったことを話していくので、 100% 全員に当てはまるっていうことはないですし、あまり詳しいこと言いすぎると、あの YouTube の規約違反にもなってしまう可能性があるので、間違った点などもあるとは思うんですけれど、ご了承ください。それでは早速お話ししていこうと思います。で、説明していこうと思います。まず僕が思う YouTube の収益を上げる方法っていうのは全部で3つほどあります。もしかしたらもうちょいあるかもしれないですけれど、それらは全部説明していこうと思います。まず1つ目、動画をたくさんアップするということです。はい、 YouTube で収益を高くするには、やはりこうやって見てくれてる人たちにたくさん見てもらう必要があるので、1本の再生回数を多くするっていうこともすごく大事にはなってくるんですけれど、塵も積もれば山となるっていうことわざがあるように、もうたくさん動画上げてしまえば、その合計の再生回数っていうのは多いじゃないですか。再生回数が200回の動画を10本か、再生回数100回の動画を50本だったら、再生回数100回を50本出した方が総再生回数は大きいじゃないですか。その結果 YouTube の収益っていうのも上がってくるんですよ。で、 YouTube の収益についてあんまり詳しくないという方に簡単に説明をすると、 YouTube で収益を得るには、この動画のその下の方に表示されているやつや、動画を再生する時にも出てきた広告っていうもので、僕たちは収入を得ています。その広告の種類や表示時間、その広告をクリックすることとかで収益っていうのは結構変わってくるんですけれど、まあ、単純に表示される回数が多くなれば YouTube の収益も上がるよねっていうことです。まあ、僕の中で結構高頻度だなと思うのは、週に3、4本ぐらい上げてれば、もう結構収益面で言ったら困らないんじゃないかなと思います。もちろん生活するにしても YouTube だけじゃちょっと厳しいかもしれないんですけれど、僕よりかは全然登録者数1000人の人でも上の方で稼げるとは思います。では2つ目です。動画の時間を長くするということです。はい、動画の長さが YouTube の収益に関係あるのって思う方結構いると思うんですけれど、 YouTube の動画っていうのは、全ての動画の長さが8分以上になるとミッドロール広告っていうものができるようになるんですよ。ミッドロール広告っていうのは、こことこことここに広告を打てるよっていうことで、自分で故意的に広告を出すことができるんですよ。で、8分未満だったらクリックした時に出てくる広告と、動画の終わりに出てくる広告、そして、まあ、動画が再生されてる時に下に表示される広告、これだけなんですけれど、ミッドロールを出すことで、同じ1本の動画でも広告が8分未満のやつより2回、3回増やして表示できるということなので、まあ、広告がたくさん出る分収益は高くなるということですね。で、動画自体を長くするっていうことは簡単なようで、実は難しいんですね。なんでかというと、じゃあ8分以上の動画を出せばいいんだ、うわーって思いっきりやったとしても、その動画自体つまらなかったら、その10何分の動画でも再生時間1分とかになってしまう可能性が高いんですよ。そうすると、例えば1分半のところに広告を打ってたとしても、ここで止まったらここまでたどり着けないんですよ。その先の広告も入れたとしても意味がなくなっちゃうんですよ。なので、この動画を長くするっていうのは簡単に言うけど難しいということなんですよ。僕の動画でも結構8分を超えてる動画あるんですけれど、例えば10分の動画が平均再生時間が2分半とか1分15秒とか、そういう系が結構データとして見れるんですけれど、やっぱり広告を7分ぐらいのところに打ってるんですけれど、やっぱりそこまで見てもらえてない人も結構いるっていうことなので、まあ、運よく結構見られたっていう動画において、その収益が高くなってたので、2
2つ目にこの方法です、まあ、方法っていうか説明ですね。では最後3つ目なんですけれど、これは動画ではなく時期に関してですね。収益が高くなる時期っていうのが存在するんですよ。 YouTube の広告っていうのは毎年同じ値段で広告が出てるっていうわけではなく、その都度広告によって種類も違うんですけれど、比較的広告がたくさん出る、そして広告単価が高い広告が出る時期っていうのがあるんですよ。それが冬です。主に12月から2月にかけて YouTube の収益っていうのはめちゃくちゃ上がります。僕の今年の統計データで言えば、夏に比べて1ヶ月の収入っていうのは約2倍になりました。で、これがなんで冬になると高くなるかとかはちょっとわからないんですけれど、これは単純に憶測なんですけれど、その冬の時期って結構いろんな出費とかがあるじゃないですか。初詣だとかクリスマス、おせち、まあ今の時期で言ったら恵方巻き、バレンタインとか、そういうのにたくさんのイベントが冬って多いんですよ。なんでその分広告を出す種類っていうのもめちゃくちゃ増えてるわけで、いろんな広告、たくさん広告が出る中で自分たちの動画にたくさん表示されるということは、まあ必然的に YouTube の収益も上がるということですね。でこの動画見てくれてる人で疑問に思った人がいるかもしれないんですけれど、どの動画上げても YouTube の収益って変わんないのって思うかもしれないんですけれど、実は YouTube に上げる動画で収益っていうのは変わってくるんですよ。例えば YouTube にバイク系の動画を出しました。そしてもう一本で勉強系のことを出しました。さてどっちの方が収益高いと思いますか？実は僕の中ではなんですけれど、勉強系の方が収益って高くなってる傾向があるんですよ。広告って裏でオークションが行われてるんですね。私はこの動画に1本あたり何円の単価を出す、いや私はいくらの出すみたいな、それが裏で行われて皆さんに表示されているんですけれど、勉強系っていうものはいわば情報を提供してるっていうわけじゃないですか。教育系のそういう動画につく広告っていうのはなんか単価が高い広告が多い気がして、普通の動画に出てくる広告っていうのは意外と単価が安い広告が多いんじゃないかなと思ってます。まあそういう面でおいて教育系は伸びやすいから単価が高くなるっていう説もあります。もう YouTube でめっちゃ金稼ぎたいんだっていうことで YouTube を始めるのであれば、まあ汚いコンテンツ系は一切抜きにするのはまあ大前提なんですけれど、まあ数が取れるような動画をずっと投稿するしかないですね。稼ぎたいのであれば、そう金目的にやってるわけではないので、全然そこら辺はまあもちろん気にしないって言ったら嘘になりますけど、第一には考えてないので、もし今後 YouTube やっていく中で収入面をめっちゃ気にするのであれば、まあ、勉強系の動画かハウツー系の動画などを主に投稿していくのがいいかなと思います。というわけで今回は YouTube の収益を高くする方法っていうのを紹介していきました。まあ最初の方にも言ったように、あくまで今回のこの動画で言ってることは僕が実際に体験しているだけのことなので、100% 合ってるわけではないですし、他の YouTuber とは違うっていう点もあるとは思いますが、ぜひ今後 YouTube をやっていく中で、もしくはそういう YouTuber の動画を見る中での参考にしていただけたらなと思います。ぜひ今後の動画で YouTube に関して動画を出してほしいっていう人がいたら、ぜひコメント欄でどういったジャンルの動画を出してほしいかなど、コメントしていただければ幸いです。僕もいっぱいお金稼いでいつか皆さんにプレゼント企画とかできるぐらいに頑張りますので、今後の動画を見ていただくためにもチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いいたします。